理無理。朝日日刊スポーツ、2024年7月27日、立憲、小沢のいっちゃん、政権交代に向け、次の衆院選ぶやつは最大で最後のチャンス。おないから、記事によりますと、立憲民主、小沢のいっちゃん衆院議員、次の衆院選ぶやつは野党にとって政権交代の最大のチャンスであり、最後のチャンスだ。その前提は、野党が互いに協力し合うこと。立憲民主と国民民主が仲悪くてよかったよね。カッコ書きで19日に会食した立憲民主の元首相のお口を隠してお隣の国のマナーでお水を飲んでいた野田の義彦とも認識は一致している。野田さんが消費税 10% に上げた。消費税 10% に上げるんやったら首相辞めてもええでって AB さんに昔貼りました。で、過去書き、立憲の代表に必要な素質は政権交代の志を持つこと。その志が薄いのであればダメだ。政権交代を実現するそのためにどうしたらいいのかとならなければならない。他の野党と共通の意識を持ち合う仲になり、トゲが刺さっていれば抜かなければ。代表の泉野健太は就任から3年経ってもできなかった。これじゃダメでしょうということだ。これは講演後横浜市内で記者団に語ったものです。7月27日の産経新聞、立憲代表の泉が維新代表の馬場との会食で感じた間合い。間合いは代わりのものを使って当座の役に立てること、キューバのように当てること、一時しのぎをすること。自意と自民と維新と立意は、立憲と維新は等距離、等しい距離って書いて等距離のやつ、同じ程度の隔たりっていうことやね。今週の野党記事によりますと、今後も問うていくっていうちっちゃいタイトル。立憲民主の代表の泉野健太、自民ではない政権を作ろうという流れにどう向き合っていくのかは今後も問うていきたい。現時点では自民と立憲民主に対して等距離なのかという気はした。どこが次期衆院選ぶやつで過半数を得るのか、そういったことにも睨みながら政策をどう進めていくかを考えているという印象は受けた。これは24日の記者会見、維新の代表の馬場の信之と23日会食した際の印象について。で、立憲民主の岡田の克也の幹事長、あり得るシナリオいうちっちゃいタイトル、可能性は10月が非常に高いと思っている。自民の総裁選ぶやつが9月の最後の10日間のどこかで行われる。そこで刷新感を出してあまり時間を置かずに解散するというのが一番あり得るシナリオだ。23日の記者会見、衆院解散総選の挙の時期をめぐって発言。で、ちっちゃいタイトル、わかりにくい。これは維新の幹事長藤田、我々の政策、政治姿勢を真正面から一つでも多くの選挙の空で訴えさせていただく。戦後の体制がこうなる、ああなると、最初からシミュレーションして選挙に臨むと、有権者に失礼だし、わかりにくい。これは7月24日の記者会見、他党との連携、政権の樹立を前提に次期衆院選ぶやつを戦う可能性を否定して、で、国民民主の代表の玉木の雄一郎さん、きちんと整理を飛ばそうかな思ってんけど、トムさんのこと言うてはるから、トムさん共産です。トムさんの党は、自衛隊は憲法に違反しているという立場だ。我が国の国防に必要不可欠な組織を憲法に違反すると主張しているのでは、政権は担えないし、担うべきでもない。そこの整理はきちんとしていただきたい。7月23日の記者会見、立憲民主に対し、次期衆院選ぶやつに向けて、トムさんの党との関係を見直すよう促して、鳩山の幸男さんが民主の党を作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてて、
社会党が社会の窓主義インターナショナル、友さんの党と友さん共産あそこともともと同じ組織やった。どしどしで大きな核の命が行われ、それが成功して、レニンのおっさんがマルクス・レニン主義のレニン、あのおっさんが第2インターナショナルから第3インターナショナルコミッテル国際共産党に独立させた。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行った。社会の窓主義インターナショナルは資本主義国における嫌がらせ団体。私たち日本国民は資本主義国で日米同盟を守るしかないんです。とても恐ろしい計画があって、国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させて社会の窓主義の世界に誘って後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画があって、テレビ新聞雑誌マスコミの連中は自民の評判落とすことばっかりやってきて、一度ミンスに任せてみよう言うてミンス政権作ったことあるやんか。あの経験嫌やったけど、あってよかったのかもしれないね。ミンスがダメなものって分かって。政治家は人で選ぶものではなくて組織で選ぶもので、いやでも自民やったら仕方がないっていうことで、ほんまこいつ嫌やねんけどって思っても自民の先生書くべきやねん。でもこいつに入れたくないってやつもおるやん。それは本能のままでええと思うねんけど、あかんと思うけど。私今後そんな状況に陥ったら行かないっていう選択しようかな。大阪の府知事選ぶやつで、自民から出てた赤い服着てたおばはんが、友さんの党員と政治運動やってて、思わず松井に入れてもって、アナザッパーに入れたことも、なんかムズっとしたんやけど。とにかくですね、日本を赤く染めてしまうと、どえらい目に遭ってしまう。パリのオリオリの開会式、左の翼のとんでも演出やったやんか。あんなん見たないし。今現在の野党はオールスーパー赤い連中やから、いやでも自民やね。でも総裁選ぶやつがもう恐怖。石破さんが事実上出るとか。スピリチュアルや意識高い系のセミナーに行かれてる方、宗教をやってらっしゃる方って、資本の世界がダメなんだと思い込まされてる。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中って宗教系やしな。右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスで、自民の票を割らすことを使命に動いてる。今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスやって言ってるのは新しいエイジ君やと思うねんけど、ニューエイジ。保守保守うるさい人たちはニューソートやと思う。とにかく私たちは、いやでも自民選ぶしかなくて、今現在の野党の連中はオール酸っぱい赤い連中で、社会の窓主義者、友さんの主義者だらけ。この二つはとても恐ろしいものであることをみんな知るべきやねん。